最新の防災グッズを求めてお邪魔したのはハンズ広島店です。あ、ありました。防災用品って書いてありますね。いろいろありますけど、こちらが食品コーナーみたいな。そうですね、防災食品はだいたい90アイテム、衛生用品など防災用品、はい、こちらは約170アイテム取り揃えております。170もあるんですか。はい、圧巻の品揃えを誇るハンズの防災コーナー。避難するときに活躍する衛生用品や停電したときに役立つ照明にモバイルバッテリーが並びます。中でも今注目したい商品が、災害時だけでなく通常からインテリアとして活用できるアイテムが人気となっております。あまり結びつかないイメージの防災とインテリア、一つ目のおすすめ商品が椅子ですよね。そうなんですよ、玄関チェアとして使っていただける収納しない防災バッグです。防災バッグですか。そうなんです、風味と椅子なのに防災バッグそうなんですよ、いつもは、まあ、靴とかを履くときに使っていただき、あ、クッションがちゃんと効いてて座り心地いいです。いいんですよね。ふかふかの玄関チェア、これに隠された秘密がありました。こちらの背面にこう、あ、ベルトが本当だリュックに変身するっていうことなんですね。そうなんです。うわ、面白い。こちらだいたい約24リッターの容量入ることになっておりまして、だいたいお一人様の防災用品や食品3日分が入る容量になってます。防災バッグって保管場所としては玄関が一番おすすめなんですよ、はい、どこにしまったかわからなかったら意味がないじゃないですか。そうですね、玄関先に置いておけるのですごく人気商品です。普段使いできる最新防災グッズ、続いてはこちらです。はい、こちらクッション、まあでも災害時避難所とかで疲れたりしますもんね、クッション。そうですね、その使い方もありなんですけど、はい、普段は家や車に置いておくと便利なクッション、実はサイドにあるファスナーを開けて広げるとあれに変身するんです。寝袋に早変わりです。すごい、あの小さなクッションだったのがこれだけ広がって、はい、そうなんですよ。コンパクトなクッションが寝袋に変身、全長は2メートルあるので成人男性も余裕を持って利用できるほか、嬉しいポイントがいろいろと隠されていました。お休みの時にお顔が見られないように、あとは眩しくて寝れないって言われる方には、なるほど、フードが結構がっつりこれは落ち着きますね。そうですね、はい、いいですね、うん、あとは結構この内側の肌触りとかもいいですね、はい、すごいサラサラしてて、はいはい、ちょうど左手の下のあたりにこちらです、何ですかこのポケットは。貴重品が入れられるように、はい、なるほど、収納がついてます。寝袋の内側のこの部分についてたら盗難の心配もないですね。そうですね、はい、いろんな機能がついてるんですね、はい、さらに抗菌防臭加工も施されており、洗濯機での丸洗いも OK。 防災用品としてはもちろん、キャンプや車中泊にも使えるとあって今とても人気の商品なんです。さあ続いてこちらも気になる防災食品、需要の高さから年々進化を遂げバリエーションも豊富になっています。その中で最近特に増えているという商品に注目しました。防災食でも、はい、こちらはスイーツの人気商品を集めております。甘いもの。そうですね、甘いものは災害時心がほっとしますし、あとは必要なカロリーも吸収できますので大変おすすめです。こちらはお菓子ですか。そうですね、よくあのスーパーやコンビニなどで見かけるお菓子、こちらも防災食として登場しております。避難所で開けた時に普段食べてる味をそのまま味わえるっていうのはまた心が落ち着きそうです。そうなんですよ。中でも一押しが缶詰入りのチーズケーキです。中を見てみると、あー、しっとりしてる感じ、お、ちょっとプリンみたいな感じもありますね。いただきます。どうぞ。おー、おいしいです。幸せ。ケーキだ、ケーキです。
滑らかですね、うん、そうなんですよ。抹茶の風味もチーズの風味もしっかりして、はい、なんか思った以上に本格的でした。おいしい。防災用としてはもちろんなんですが、ちょっとしたギフトにご購入されるお客様もいらっしゃいますね。なんか防災のグッズって準備しなきゃいけないものっていうイメージがあったんですけど、これだとなんか自分から進んで準備したくなるなっていう。そうですね、この機会にぜひ備える防災ではなく日常から使える商品で防災を心がけていただければと思います。